速報伊東純也さん、エムバペさんと一緒にレキップ氏の一面飾る。これはすごい、さすが伊東純也。すごすぎる。わら、おじゅんがエムバペと並んでレキップの表紙を飾るとは。レキップ一面がウィル&伊藤さん、エンリケ&エムバペなの熱すぎ。こういう一面に選ばれるのは伊藤さんがランスの中心だとフランスメディアに思われてるってことだよね。スタッドランスとパリサンジェルマンの両監督とともに、伊藤エムバペ両選手の写真が表紙を飾っています。今日の試合の注目度が伺えます。おお、伊藤純也とエムバペが並んでる。どっちのが早いんやろ。普通にすごすぎるだろ。意外とランス勝ちそうだな。今や弱い方のランスから強い方のランスになってるからな。これめっちゃ欲しい。